ここは国内最大級のチンパンジーの研究施設。チンパンジーとボノボが生活しています。そしてその生活ぶりを観察しながら類人猿の行動を探る研究者たちがいます。今地球上に生きている動物の中でチンパンジーとボノボが一番人間に近いんですけど、人間に近いけど人間じゃないっていう姿行動を見ると人間の特徴がかえって際立って見やすくなる。そんな類人猿研究の分野で40年近くもの間解決していない難題がありました。類人猿は他人の心を理解する能力を持っているのかという問いです。この難題に挑んだのが一人の若き研究者でした。類人猿が他人の心をどう理解しているかっていうのは結構コアな部分ですよね。いつか自分なりの課題をやってみたいっていうのはもう当然ありますよね。しかし心を探ることは簡単ではありません。科学者たちは試行錯誤の中、類人猿のための映画作りに取り組むことによってこれまでにない実験手法を生み出していったのです。最先端の類人猿研究に迫ります。熊本県に日本のチンパンジーの 15% が暮らす場所があります。類人猿を対象とした研究施設、熊本サンクチュアリです。ここでは現在57人のチンパンジーと6人のボノボが生活しています。そして彼らと共に暮らしながらその行動を研究する5人の科学者がいます。夕方の5時前、チンパンジーの夕食の時間です。この施設の所長を務める平田聡さん。平田さんは20年以上にわたってチンパンジーと触れ合いながら研究を続けてきました。食事をしているのは平田さんによって育てられたチンパンジーたちです。まあ、僕としてはこうやって朝から晩まで接しながら暮らすのがいいんじゃないかなと思っています。やっぱり研究するにあたって必要なのはチンパンジーと、まあ、お互いに親しい間柄であるっていうのが一番大事だと思うね。口が大きいのでとりあえず口に詰めるっていうのは彼らが大量に持ち運ぶための最大の道具です。入るだけ入れる。そんな熊本サンクチュアリで研究されていることの一つが類人猿の社会的知性です。チンパンジーやボノボは群れを作り社会的な生活を営む動物です。社会的な生活には他人との関係性を作ることが重要になります。私たち人間も社会で暮らす上で他人に気を使うことってありますよね。そんな他人との関わり合いが研究されているのです。彼らの社会性はどうなっているのかというか、彼らが他人をどう理解しているのか、他者をどう理解しているのか、どういうふうに、共同して生活しているのかとか、そういうことを調べたいとは思っています。しかし類人猿は人間のように言葉を話すわけではありません。他人をどう理解しているのかというような彼らの心をどのように探るのでしょうか。この施設では最新技術を使ったさまざまな実験が行われています。その一つが赤外線カメラを使った実験です。実験を行うのは大学院生の佐藤裕太郎さん。類人猿の感情の変化を研究しています。赤外線カメラの映像です。
人間やチンパンジーは興奮すると鼻の温度が下がることが知られています。まだまだ研究は初期段階ですが、例えば群れの中で喧嘩が起こった映像をチンパンジーに見せた時、どのような感情の変化が起こるのかという実験などが試みられています。そして類人猿の心を探る研究では、世界初となる新たな実験手法を生み出した研究者がいます。加納文博さんです。加納さんが着目したのは類人猿の視線の動きです。アイトラッカーという装置で視線の動きを記録します。これですね。これで僕の目が今入っている状況ですね。このモニターを見ている時の視線を撮ると、装置から出される赤外線によってモニターを見る視線の動きが記録されます。これで今僕は右下見てる、僕は左上見てる、上見てる、真ん中、左下、まあこのぐらいの精度でやれば撮れるわけです。アイトラッカーによる実験が始まりました。類人猿に実験映像を見せ、他人の意図を理解できるのかを調べます。モニターに映る映像です。まず人物の手が2つの対象のうちカエルだけに触れ、カエルを選ぶという意図を示します。そして次の場面では手を伸ばした状態で映像を止めます。この時実験対象者の類人猿がカエルを選ぶ意図を理解していれば、その行動を予測しカエルに視線を向けるはずです。反対に意図を理解していない場合は、動く手そのものや別の場所に視線を向けるはずです。実験の結果です。赤く表示された部分が類人猿の視線です。類人猿の視線はカエルに向けられています。つまりこの結果は他人の行動の意図を理解している証拠でした。単純に手の先をこう反射的に見ているわけじゃない、取ろうとしているものを本当に見ている。類人猿は他者の意図を理解するかっていう、その一部の能力がその研究では認められたと思いますね。まさに目は口ほどに物を言う。アイトラッカーを用いると類人猿が何を理解しているのかという心の中を探ることができるのです。アイトラッカーがあるからできるかって、そんなことはなくって、結構類人用にこう設定をちょっとずつちょっとずつ柔軟に変えていくって工夫が必要で、でそういうのがやっぱなんか得意だったんですよね。僕やったらサッとできてしまったって、あ、これはもうやるしかないだろうってことですよね。実は加納さんは研究に必要な装置を自分で製作しています。工作が得意な加納さんは仕事の傍らにこんなものも。趣味の工作です。趣味の工作、仕事の合間に、あんまり良くないですけど。結構研究で工作ってやるんですけど、呼吸をするように工作しますね。やっぱ好きこそものの上手なれっていうのは、やっぱり研究で活かしたいっていうのがありますよね。独自の強みにもなりますしね。このような工作の強みもあって、類人猿の心を探る新手法が生み出されたのです。2012年ドイツを代表する研究施設で加納さんの研究者生活がスタートしました。研究の第一人者であるジョセップ・コール博士に新たな実験手法が評価され、研究所に招かれたのです。オラウータンとゴリラとチンパンジーとボノ、全ての類人猿種を合わせた大きな施設というのを作って、その海外で一流って言ったらまさにそこだったんですよ。だからそこに行って修行するっていうのはまさに夢なんですよね。間違いなくここには行くしかないだろうってことです。この研究所で加納さんはある難題に挑みました。
それは類人猿が他人の心を理解する能力を持っているのかという問いです。私たち人間は他人にも心が宿っているとみなすことができ、その他人の心の働きを理解し、さらに心の働きを予測した行動を取ることができます。このような能力を類人猿も持っているのかという問いは、40年近くにわたって解決していない難題でした。類人猿が他人の心をどう理解しているかっていうのは結構コアな部分ですよね。他人の心を理解する能力でも、本当にアイトラッキングをやった時からこれはいつか何か自分なりの課題をやってみたいっていうのはもう当然ありますよね、うん、他人の心を理解できるかを調べる代表的な実験の一つがサリー&アン実験です。この実験では、実験対象者がサリーの心を理解しているのかが試されます。まずサリーがボールをバスケットの中に入れ、その後部屋から出ました。アンはサリーがいない間にボールをバスケットから箱に移します。そしてサリーが戻り、ボールで遊ぼうとしました。ここで実験対象者にサリーがバスケットと箱のどちらを探すかを質問します。ポイントは現在のボールの場所ではなく、サリーが考えているボールの場所が問われていることです。つまりこの実験では、サリーの心を理解する能力を持っているのかが問われるというわけです。これまでサリー&アン実験を類人猿にテストする試みは幾度となく続けられてきました。しかし実験が複雑なため成功することはありませんでした。そこで加納さんはアイトラッカーを使った実験によってこの難題に挑みました。まず類人猿に人物はアヒルを取るという意図を示します。次に人物が見ていないときにアヒルの場所を移動します。そして人物が振り向き手を伸ばしたところで映像が止まります。この時、もし類人猿の視線が現在のアヒルの場所ではなく、人物が考えているアヒルの場所を予測的に見れば、人物の心を理解している証拠となるわけです。しかし実験は失敗、期待した結果は得られませんでした。やっぱり最大の理由は類人猿が興味を持っていない、苦労して作った動画なんですけどつまんなそうに見ているので、なんかこう動画に入り込んでいってる感じがないので。その後も様々な工夫を凝らした実験を何度も行いますが、全て失敗してしまいました。まあ周りはすごい研究者ばっかりだっていうのがありますしね、自分だけ成果が上がらないとそれは当然挫折感は始まりますしね。でやっぱドイツの冬も厳しいですからね、温泉懐かしいしラーメン食べたいしっていう感じですよね。結構精神的に来てますよね。そんな加納さんを支えたのは趣味である模型作りでした。例えばこれなんていうのは一番時間かかって3ヶ月ぐらいかかったかな、ドイツにいる時に作ったんですけど、冬の間寒くてあんまりやる気もない時にこればっかりやってましたね、オフィスで。研究はどうなってしまうのか。2014年、加納さんはドイツ留学を終え、熊本サンクチュアリに配属されました。そして研究が大きく進展します。そのきっかけとなったのは、科学者による類人猿のための映画作りだったのです。類人猿は他人の心を理解する能力を持っているのか。この難題に挑んだ加納さん、しかし研究は大きな壁にぶつかりました。類人猿が実験の映像に興味を示してくれないのです。
しかし研究の糸口は見えつつありました。熊本サンクチュアリでは平田所長をはじめとした協力者に恵まれます。さらにパートナーの協力もありました。妻は同じ研究室だったんですけど、日本に帰ってくるタイミングで結婚したんですけどね。今一緒にルイジアンの研究してます。そして実験は進展します。きっかけは平田さんのある提案でした。チンパンジーってそもそもテレビってあんまり好きじゃなくて、統制が取れた画像は逆にあんまりチンパンジーの興味を向かないっていうところなんで、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ当然そのもっとライブな生き生きしたドラマチックに動く物語を作ったらいいんじゃないかって、そういうような話の展開になったっていう。加納さんと平田さんによる共同実験が始まります。この時平田さんが用意したのはなんと類人猿のコスチュームでした。加納さんには相談せずに、いきなり多分チンパンジーのマスクと黒い全身タイツみたいなのを買って、それは僕自身がそれまでチンパンジーの研究してて、彼らにとってすごく興味を引くっていうのは経験的にしてたっていうのがあります。平田さん発想が自由なんで、うん、えっていうような、そんな研究でやるのみたいなところでも思いつくんで、まあでも実際よく考えてみると、まあ、研究にもなるな確かにっていうので、いろいろこう細かいところを詰めていってね、まあ楽しかったですね、あの時はね。確かにこれまでの実験映像作りとは全く違うアプローチでの撮影が始まります。それはまさに科学者による類人猿のための映画作りでした。これまでのはですね、一つのアクションだけを取り上げて研究していたりしたんですけども、今度の映画作りって言ってるのは、いろんな要素をですね、自由に組み合わせてストーリーを動画の中につけちゃう、そういう自分たちの感覚を総動員してやる感じですね。類人猿の観客っていうのは人間の観客とは違って、平田さんも実際メインキャラクター演じてますけど、あれは人間が見ると大抵笑われますけど、類人猿が見ると大抵興奮するんですよね。そして最初に完成した映画がこちらです。タイトルはキングコング現る。しかしこの映画は類人猿を楽しませるためだけに作られたものではありません。この映画では類人猿の記憶力が調べられました。人間は当然過去の出来事エピソードを覚えてるんだけど、人間以外の動物はそういう過去のエピソードはあんまり覚えてないっていうか、全く覚えてないって、そういうような仮説があって、ただ過去の記憶がないかっていうとそうじゃなくて、何回も繰り返し経験するようなことはちゃんと覚えてる。何ができないって言われてたかっていうと、本当に一回だけ生じた出来事、エピソードみたいなのは理解できないっていうような説を唱える研究者がいて、まだ決着をできてなかったんですけど。実験映像では2つある扉の片方からキングコングが現れます。この映像を24時間後にもう一度見せて、類人猿がエピソードを覚えているかを調べました。実験結果です。類人猿はエピソードを覚えているのでしょうか。そしてランプが点灯したその時、類人猿の視線はキングコングの登場を予測しました。つまりは丸一日前に見たその映像の内容そのものを彼らがちゃんと覚えてるっていうことが示されたわけなんですけど、そういう形でそのチンパンジーの記憶を証明した研究はこれまで全然なかったので、そういう点で新しくて一つ画期的だったっていうことはあると思います。この実験ではもう一つ重要な成果がありました。それは類人猿が興味を持つ映像が作れるようになったことです。類人猿が本当に食い入るように動画を見てきたっていう
動画を見せるときって類人がどっかに行かないように、ジュースをあげてるんですけど、ジュースを飲むのを忘れてこうやって食い入るように見た類人もいるぐらいなので、だそれはドイツで作ってきた動画とは全然違う手応えを感じたので、これはいけるんじゃないかと思いましたね。そして加納さんは再び心を探る実験に挑みました。今回の実験映像も仕組みは同じです。登場人物の心を理解できるのかが試されます。最大のポイントは役者が見ていない時に移動する、なので元いた場所にその役者がいると思っている、そういう間違った思い込みを作り出すことで、その間違った思い込みに基づいて類人猿が予測できるか、それがポイントですね。この映像を類人猿に見せました。人物の心を理解していれば、こちらの干し草を予測的に見るはずです。完全にできた後、強い証明をできるほどの結果ではなかったんですけど、かなりのでも手応えを感じますね。でこれはいけるんじゃないかっていうので、それ でもう一本今度はもうちょっとこう僕らの腕も上がってきてますから、もうちょっといい映画を撮って、もう一つの映像で追加実験が行われました。こちらも同じ仕組みで、人物が見ていない時に石が移動されます。類人猿の視線はどのように動いたのでしょうか。移動されたことを見ていない人物はこちらに石があると考えています。類人猿の視線を見ると、人物の考えを理解し予測するような動きが見られました。この結果は類人猿が他人の心を理解している証拠となるものでした。結果が出た時の嬉しさっていうのは、やっぱり、踊りますよねやっぱ踊りますよ、やっぱ結構苦労しますしね、集大成な実験っていう側面もありましたしね。長年の難題に結論をもたらしたこの実験成果は、世界で特に権威がある学術雑誌サイエンスに掲載されます。この論文は、心を読むことができるのは人だけではないという新事実を示しました。そしてこの成果は、優れた研究を表彰するサイエンスの年間10大ブレイクスルーに選ばれたのです。結果がこれまでの説を覆した、これまで人以外の霊長類で理解できるっていう明確な証拠がなかったのに、そうじゃない、ちゃんと理解できてそうだっていう、そのこれまでと違う結果をいい意味で示してた、その研究の歴史を考えると大きな転換点だったと言っては間違いないと思いますね。熊本サンクチュアリに暮らす類人猿と研究者によってもたらされた大発見。しかしそれはまだ始まりに過ぎません。次の発見に向けて新たな実験が始まっています。チンパンジーの心ってなんだっていうのはまだまだ分かってなくて、そこをもっと深く広くチンパンジーの心を理解するっていうのが今後進んでいく道であって、もっと我々は人間のことをよく理解できるっていうことにつながるんだろうと思います。大発見の後、加納さんは工作の強みを生かしてさらなる挑戦を進めていました。類人猿研究という枠を超えて、新たに鳥のアイトラッカーを開発しているといいます。こっちに頭のセンサーで、こっちに GPS という形で鳩が飛んでる時のですね、アイトラッキング、視線トラッキングということを今やろうとしますね。動物の潜在能力も調べば調べるほどやっぱりどんどん出てきますし、そういう中で世の中に役に立つ知見、面白い知見、役に立たない知見も面白くない知見も出てきますけど、そういうものをですね、やっぱり自分が培った技術とか自分独自の工夫で見つけていけたらなとは思ってますけどね、心を読むことができるのは人だけではない。
論文によって示されたこの大発見をより確かなものにするために、動物の心を探る研究者たちの挑戦はこれからも続きます。